皆様こんにちは。今回はハングリージョーズ初上陸記念というお話です。ハングリージョーズというお店がつい先日秋葉原に1号店を開けました。それにちなんだお話ということです。気軽に聞いていただければと思います。よろしくお願いします。で、ご存知ですかということで、こういうね PR が出てるんですけども、チキンの大きさ米国級っていうこういう会社です。で、ロゴがなんかこういうねハングリージョーズ東京、こういう名前がついているお店です。これが8月の8日に秋葉原に1号店が開きました。で、このハングリージョーズっていう会社はアメリカ国内で主に東海岸ですね、ワシントンとかニューヨークとかのあたりかな、東海岸に100店舗超ある会社だそうです。で、その日本1号店が開いたという話なんですね。場所を確認してみたいと思います。秋葉原に開いたということなのですが、地図を見てみますとこのような場所でございます。緑色の星がついているあたりです、秋葉原の中心街からは神田川を渡ったとこですね、万世橋を渡ったあたりです。で、都営新宿線の岩本町駅からも、行ける場所にあります。って考えますと、ちょっとこれは駅間で立地としては三角かなと。で、もし行かれる方はですね、この万世橋というものがありますので、この橋を渡ったあたりなんだということをご記憶ください。で、橋を渡ったあたりから見ますとですね、お店を確認することはできます。このね、ちょっと赤丸の中なんですけどもね、このあたりにあります。で、万世橋付近、駅間、店前の通行量もちょっとやや少なめだなという、そういう場所にあります。で、これ、もともとじゃあ、アメリカの本社のサイトを見てみたんですけども、どんな会社なのかっていうとですね、もうホームページのイメージはこんな感じです。なんかこうね、アメリカという感じがしますね、なんか個人的には。でね、このホットチキンっていう言葉が強調されています。で、やはり典型的なロゴがありまして、鳥ですね、鶏の正面から見た図なんでしょうけども、こうハングリージョーズ、ホットチキン&ウィンズっていうことが書いてあります。こういうイメージの会社なんですね。じゃあ、日本の1号店、どうなんだろうと見てみますと、正面入り口の写真です。これ、こんな風に写ります。で、ちょっとイメージ違うなと。アメリカのイメージとはね、ホームページのイメージとはかなり異なるなと。これ、正面入り口なんですけども、入り口はですね、このドアから入ります。ちょっと私は最初お伺いしたとき、どこから入るのかがちょっと分からなくて困ってしまったんですけども、ここから入ります。ですから、ちょっと繰り返しになりますけど、先ほどのね、アメリカのホームページのイメージとはだいぶ異なるなと。ここでちょっとお話が変わるのですが、秋葉原に1号店といえばということで、2016年に秋葉原に1号店が開いたハンバーガーチェーンがあるんですが、どこだったでしょう。パッと言えたらすごいなと思うんですけども、このカールズジュニアという会社です。この店舗ね、1号店でまだ存在しています。で、この会社は、確か私の記憶ですと、日本国内で150店ぐらい出すっていうふうにね、社長さんがおっしゃってたのを、なんか記事で読んだことがあるんですけども、今のところちょっと調べてみますとね、8年間経ったんですけど、出店数はまだ1桁のようです。店舗数1桁です。なんかね、調布ですとか自由が丘の店舗を閉めたとかね、そういったニュースを聞いたことがありますけども、現状まだ1桁です。どうしたんだろうな、という状態です。数字の目標をね、作って、それがなかなか達成できないっていうケースは、よくある話なんですけども、それにしても店舗数が少ないなと。どうしたんだろう。はい、すると、カールズジュニア、事業譲渡されてしまっていました。三つうろこグループホールディングスさんがね、始めた事業だったんですけども、日本国内で。この事業は、びっくりドンキー運営会社のアレフさんにですね、6月の25日のニュースなんですけども、事業譲渡されていたとのことです。今こう事業譲渡ですとかね、M&A とか流行ってますよね。こういったものが行われていたということなんです。外食がメインの会社ではないとかね、いろんなことがあるんでしょうけども、150店舗ということをね、目標として掲げたんですが、なかなかこう実現に至るまでの戦略計画というものってなかなかうまくいかなかったんじゃないかなという気がしています。今後ですね、このアレフという会社がびっくりドンキーを運営しながらも、カールズジュニアジャパンのね、存在感を日本の中で示せるかどうかというのは、ちょっと注目してみたいなというふうに思います。いきなり北海道に出店するとかってあるんでしょうかね。はい、そのあたりも含めて、ちょっと注目してみたいと思います。再び、ハングリージョーズ東京のお話です。表通り沿いの景色、このようになっています。アメリカの本国のホームページでは、こういうマークがあります。このロゴがあちこちで見られるようなね、こう出店をこの後この会社が継続していくのかどうか、よく見てみたいと思います。まだ1店舗ですので、今後に期待をしてみたいと思います。ということで、ハングリージョーズ東京
日本初上陸ということに関連したお話でした。どうもありがとうございました。